はい、どうもこんにちは、ナナユウです。はい、今回も数学の内容を解説していきたいと思います。題材は数 1a ですね、まあ、数 a ですね、集合とか、それから場合の数とか整数の範囲の複合問題と言えるでしょう。予備知識としてはあまりないですかね。数 a の一通り教科書を勉強すれば、大丈夫だと思います。問題読んでいきます。集合、中括弧の1の1乗、それから2の2乗、3の3乗、K の形状で2020の2020乗まで、だから2020個の数があるわけですね。うん。で、この中に完全立方数と、で完全立方数っていうのは、まあ、整数の3乗という形にかけているもの、要するに立方数です。まあ、パーフェクトスクエアっていう単語をそのまま訳したんですけれども、完全平方式という式が、言葉がありますよね。括弧の2乗になっているものを完全平方式って言いますけども、まあ、それに見立てたものですね。立方数です。で、そういうのはいくつあるかというのですね。で、まあ、例えばここにある3の3乗なんかはそうです。これ立方数ですよね。うん。これ以外にもあります。4の3乗とか、あ、ごめんなさい、6の6乗とか、9の9乗とか、まあそういうふうに考えていくと、 K の形状で、3乗数になってる、まあ立方数になってるのは、この K が3で割れるときは絶対に3乗数ですね。立方数ですよね。っていうことが言えるので、まあ、K の形状が3、K が3で割れるときは立方数だっていうのが分かります。で、じゃあそれ以外にあるかって言ったら、K 自身が、そもそも立方数のとき。そのときも、K の形状は立方数になります。要するに K が3で割れなくても、K が立方数の時には K の形状もこれも3乗数になると、立方数になると、まあ、その時に限られますよね。だから例えば8の8乗というのは8が3で割れないですよね。割れないけど、これ2の3乗になるので、2の3乗の8乗は2の8乗の3乗になるので、これは立方数ってことが言えます。完全立方数っていうふうに言えます。まあ、じゃあどうやって計算していけばいいのかっていうと、まず2020までに3の倍数が全部でいくつあるかと、まあ要するに3の3乗から始まって3の3乗、3の6乗、3の9乗と、それから3の12乗と、こういうふうに計算してた時に、3の2020、2020は3で割ると1余るので、最後に3で割れるのは2019ですよね。これ3で割れますよね、2019はね。だからこれも立方数です。これ全部立方数です。で、全部でいくつあるかっていうと、これは3を2020で割ったガウス記号ですよね、まあ、こんだけあります。つまり、これ計算すると673って出てくるんですけど、673個が、3の倍数の個数です。で、一方、じゃあ、K 自身が立方数になっているものはいくつあるかということなんですけど、これは何かの3乗が2000を超えない、まあ、超えるものをちょっと探すわけですけど、まあ、12の3乗を計算するとこれ1728になるんですね。1729というのがタクシー数なので、まあそれから1引いた数ということで、まあこれ覚えてる人いるかもしれませんけれども、これの次の数が、2000を超えてしまうんですね。2020を超えてしまって、13の、3乗、これが、2197になります。なので、立方数は、まあ、立方根を取って12の3乗まであるんね。ここまであるんです。
つまり、1の3乗から数え始めて2の3乗、3の3乗、点点点、12の3乗まで、12の3乗まで、12個ある。12個あるわけです。ただし、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、例えば今8の8乗っていうのはここで出しましたよね。それここの中に入ってます。12個の中に。ただし、最初のこのこれ、あげた3の、3乗、3の6乗、3の9乗、3の12乗、こんなのも、はい、チョークして入ってますよね。12までに。だって12の 1の3乗から12の3乗までで、つまりこの3の3乗から3の6乗、3の9乗、3の12乗っていうのは全部入ってるんですよ、この中に。だからこれは除外して考えなきゃいけないわけです、この4つは。つまり重複しているので、これは除外して、結局答えは3で割れるものが673個あり、それから3乗数のものが12個あるんですが、その12個の中に1の3乗から12の3乗までの中に、ここの最初の4つ、3の3乗から3の12乗までの4つは重複しちゃってるので引かなきゃいけません。ということで、これを計算したら681ですね。これが答えになります。まあ重複して数えないと間違えてしまうという、まあそういう問題ですね。でもよくありますよね、この重複した部分を引き算するっていうね、2の倍数と3の倍数の共通部分である6の倍数を引くみたいなね、そういう問題と感覚的には同じです。ただちょっとそこに気がつかないというだけですよね。はい、オリンピックの予選の問題と、それから大学入試でも出題されそうな問題の共通部分を扱っています。まあ、参考書にない独自の解法で、まあ、ノンスタンダードと言われるような、解法がこう決まってないような問題の引き出しをなるべく多く作ってあげるというのがこの動画の目的ですので、ぜひぜひこの動画をたくさん見てですね、研究していただければ数学の実力アップするんじゃないかなというふうに個人的に思ってます。これからもっと動画をアップしてですね、協力していきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。よかったらチャンネル登録してください。ご視聴ありがとうございました。